おざす、ティッシスンです。さて今回はこちら AC4 に使っていこうかなと思っております。まあ、弱体化してほしい武器ランキング1位かな。まあ、僅差で2位は PKP ですね、個人的に。はい。で、何がやばいかってやっぱ BTK かな。優秀すぎるね。50メートルまで、まあ、26ダメ。だからまあ3発バーストなんで3点制限転写。なんで、うち一発当たれば、そのままワントリガーキルできるよということで、レート1200もあるんでね、そのワントリガーキルっていうのは、まあ、もうほぼショットガンみたいなもん。はい、というわけでね、やっていきますが、なんで俺3倍ついてんだろう、俺。あ、そうか、DMR 運用してたからだと思う。はい。まあ、DMR 運用も強いんだよね。まあ、今回3点バーストで使っていくんだけど、まあ、もろもろ含めて、あ、そうや、あれだな、その倍率スコープつけた時の、その反動、それも上げてほしいな。現状無反動 DMR 化しちゃってるから、まあもろもろね、まあいい武器だとは思うんだけど、もうちょいだけ、もうちょっとだけ調整が必要な武器でじゃないかなと思うんだけどね。はい、というわけでやっていこう。マッケー飛んでったな。もう回られてるか。マッケー飛びまくってんじゃん。もうサーカス団、バトルフィールドサーカス団ですわ。ちょっと待てよ、位置変えようか。ここ悪いわ。これこの AC42 の DMR 化した動画で撮ってるよね、単発で撃っていくの。多分撮ってると思うから、やばい。まあ今回は3点バーストで使っていきますが、どうですか？ OK。 ただまあやっぱ3点バーストということで、まあ個人的にはそのエイムしながら、まあ、バーストでポチポチ R1 ボタンを押していくっていうのは、ややちょっとだけクソエイム化する要因となりうるんで、まあそこだけ気をつけるって感じかな。はい、というわけで、でこれもう B は取ってるね。ここ安全化っぽいわ。はい、この距離もいけるっしょ。あ、ダメダメ、そんなパラパラ打っても。こっちはね、確か 50m 以内は22ダメージだから、まあ5発キルかな。まあ2トリガーとなってしまいますが、まあ十分優秀な BTK でしょう。22ダメってね、その確か AR で一番優れてるの、 BTK に優れてるのはスファーだから、それでも全距離22ダメージ だから、まあ5発、まあこいつはあんま変わんないんだよね。ただまあこいつはバーストだからちょっと感覚挟むよっていう。あ、でもこういうのはまあ近距離かな。ちょっとクソエムながら、クソエムかましちゃったらちょっと弱くなるよね、バーストだからね。 TTK が下がっちゃう。あ、ちょっとだけこうネックだ、ちょっと遠いが。で DMR とスナイパー相手だね。でも全く恐怖に感じね。多分いけるわ。あれもいけますね、スナイパーも OK。もうあの5の BF5 のね、その ARVSDMR で、でこういう距離だったら速攻逃げてたんだけど、いや、あのブレダ VS ターナーであの距離戦ったら普通に負けるっしょ。うん、でもこいつは違う。なんで俺 BF5 に例えたんやろ。2042やから、2042の武器に例えたらいいのに。まあまあいいや、まあ、とりあえずそんぐらいのアドバンテージがあるよという武器ですね。あれ無理か、さすがにあのスナイパーは。はい、ちょっと跳ねるか。いや、大丈夫か、いけるか。いや、でもちょっと危ない。俺のクソエムよ。クソエムよじゃねえよ。俺のエムよ。クソエムであること前提に語ってた。ごめん。はい。できてるね。OK。はい。で、やって、で、どっから降りてきたんだ、あれ。飛行機か？まあいいや。なあ、とりあえず蘇生しようか。はい、OK。で、これは、なこっち側怪しくね。一瞬足音聞こえたけど。味方、いや。ついたぞスポット。あ、これだよね。なんかとりあえずやばくなったら腰打ちぶっぱして、うち一発頭入りや、まあほぼほぼ勝ち確かなみたいな。激アツだよね、頭入ったら一発でも。はい、もう半分以上飛ばされるからね。52ダメかな、頭入ったら。はい、恐ろしい。で B3 取られてるんでやっていきたいが、まあまあ入ってんね。あれか、ちょっと待ってよ、あれなんかダメだわ。なんかダメだったわ。はい。で、こっち、まだ来るっしょ。もう一回来ますでしょ。はい、いらっしゃいませ。あ、今度はいけたわ。で、いいね。で、さっきのもう2人頭入って、さっきの頭入ってほんとすぐ溶ける、もう。で、1人逃したけども、マジミリでしょ。もう拳銃でいいですわ。OK。で、さあ、4人もやって、1分台全滅ですよ。はい。さあ、まあ、極力、その、まあ、腰打ちギャンブルになってしまうんで、そのな近距離戦は、まあ、できれば中距離戦だよね。もうほんと SVK 以外の DMR、まああれか、おっと、DM7 か、まあ、DM7 とかあのマジで目じゃないんで、中距離戦でもこいつ。
はい。で、なんかまだいたぞ。で、味方がやってくれた。奥から来てるな、味方だね。でもまだスポットありますが、あれか、頭だけちょっと見える。あ、飛んでくれた、ありがたい。いいね、これで なんとかなった。はい、うん、逃げたが、ちょっとインファイトになるけど突っ込んでってみるか。くらえ26ダメのパワー、 OK。 はい、で26ダメといえば一応 AK42 も近距離26ダメなんですけど、10メートルまでしかないっぽいね、このグラフ見る限り。はい、だからまあもろもろ含めて、おっと味方ありがとう、まあ、この AC さん、まあ、威力減衰がね優秀ですよということですわ。はい、めっちゃ見てる、どうぞ。さあどう出る、なんか来た。で一人やって、さあアクションを起こせ、屈伸をするかそれちょっと油断しすぎだな。まあまあいいや、あ、分かってます、あの煽ってるとかじゃなくて、あのただじゃれてるだけね、多分あれ、うん、煽ってるのじゃないと思う。はい、というわけでやっていこう。ただまあここはね、うん、その戦場なんで、敵プレイヤーと友愛を図ろうとするのはいいけど勇者、待てよ、なんかいるぞこれ、やったか。まあとりあえず容赦しませんよ、合間見えたら、たとえ友好的に接してこようともしばく。あ、 OK。 はい、でまあこいつの BTK は一番の長所ということでワントリガキル、さっきの削れてたかな。まあいや、とりあえずよ、まあ、あの B みたいなそのインファイト地区よりいいね、こういうのっぺりしたところの方が打ち合いは強いでしょうといったところですね。さあこの距離も、うん、早い、 DMR で打つよりも早い。で、あれもいけそうだね、戦車いない、ここダメさちょっと油断してたわ、こいつの性能に。ちょっと遠すぎるか、そうでもないか、いや遠すぎるな。まあ本来はですよ、まあこういう場面なら倍率つけて、で切り替え軸いじって単発にして、まあ DMR 化して打っていった方がいいんだろうけど、これはいけそうかな、弾が足りないあとちょっと敵がさすがに 1.2 倍じゃ見づらいか。まあ今回は3点バーストでやっていくということで、まあ、このカスタムでやっていきましょう。で敵も同じ武器だね、この時計の速さ、体力の時計の速さは多分 AC42 やるか、 AC42 勝負するか。あれじゃないぞ、あれだあれだ、 AC42 よし、あれヘリ因縁の AC42 バトルにヘリがケツをつけてくれました。はい、さああとどうしようか、いるね、やったか、うん、キルオンのバシューンがないとちょっとやったかどうか、なんかちょっとしっくりこないな。はい、まあいいや。でもチケットがない、まあ今回勝てそうですね、300チケさだいぶつけたな。まあボコと言っていいでしょう、ボコです。はい、これが AC42 の力か、俺の一人の力ではないが別に。はい、やっていきましょう。でもアルファだけなんで割と強めにいっていいでしょう。で遠距離はこいつマジで強いんで、うん、単発で打ってもよし、まあ、3点バーストで打っても結構いい感じにいく。はい、もう隙がないね、とは言いつつもうなんかめっちゃ攻めてるけど、で味方も左右に展開してるんで、なんかもうこれ葉っぱでしたね、敵 ではありませんでした。もうチケットがないからちょっと焦っちゃう、待てよ、いないね敵いません、もう終わりかな、終わりましたね。はい、というわけでまあこんな感じで、どうかな、めっちゃ強いはめっちゃ強いけど、なんかちょっと理不尽感に よった性能なんで、まあ、弱体化希望ということで。ではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。